2022年皆様明けましておめでとうございます。改めまして皆様2021年は大変お世話になりました。皆様のね、ご理解ご協力ご支援がありまして、2021年は無事乗り切ることができました。本当に感謝です。ありがとうございました。そしてその皆様のですね、ご協力ご支援の会がありまして、目標としていた2021年中にチャンネル登録者数2000人を無事突破することができました。本当に皆様のおかげです。大変感謝しております。ありがとうございます。そして2021年はですね、私のチャンネルではメンバーシップも始めまして、こちらもですね、多くの方ご加入いただいております。大変感謝です。ありがとうございます。まあ2022年ですね、まあとりあえずいい加減コロナは収まってほしいかなと思っております。やっぱねコロナがねあるとね、どうしてもやっぱ外ロケがねできなかったりとかして、やっぱりねなんだかんだ言ってポケモン GO の本来の醍醐味は外で復活してる動画にあると思うので、まあそちらの方は引き続きやっていきたいかなと考えております。まあ2022年も引き続きですね、まあ外ロケしたり GO バトルリーグやったり、適当に雑談配信したりとかね、とにかくいろんなことにやっていければいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ今2000人登録者いきましたので、登録者次は3000人を目指して頑張っていきたいと思いますので、もしまだチャンネル登録されてない方いましたら、ご登録の方していただけると大変嬉しいです。今年も皆様よろしくお願いいたします。それではアディオース。